父さんとここに来てから、いろんなことがあったな。
こんにちは、カム仙人さん。お、ご飯か。すっかり元気になる。はい。あれ、他の方たちはいないんですか？うん、ちょっと人探しに出て。人探し？ランチさんという以前うちに居候しとった女の人はいるんじゃが、天津飯を追いかけて出て行っただけに、サイヤ人との戦いに、それでクリリンやブルマたちにあの戦いのあった。何かですか？さっきテレビを見とったら、西の都の中継映像にランチさんらしき人影じゃから、西の都に行ってもらうために。そうなんですね。じゃあ僕が探しに行きましょうか。おお、それは助かるわい。ランチさんはとびきりの美人でのパーマがかかったボリュームのある、それからタンクトップに短パンのピチピチした格好をしておることが多いの。グフフ、思い出すだけでたまらんわい。おほん、性格はおっとりしてマイペースな人じゃ。おっとりしてマイペースな人ですね。わかりました。探してみま。よし、そんなスリッパッタリア。
地ってここだよね。咲くんじゃねえ。やめてください。青い髪だし格好も聞いて、あの人がランチさんかな。てめえら俺を舐めてんのか。出すもん出しやがるって言ってんだよ。そんなこと言われても。な、何のことやら。蜂の巣にされねえとわかんねえみてえだな。いけない、ランチさん危ない、やめろ。あ、大丈夫でしたか。あ、はい。なんだてめえ、ガキのくせにめちゃくちゃ強えじゃねえか。孫悟空みてえなやつだな。え、なんでお父さんのこと知って。悟空のガキだと。なら、なんで俺の邪魔すんだよ。あいつらは俺の大事な地図を盗みやがったんだぞ。え、本当ですか。そのいい加減にしやがれ。これ以上しらばっくれてるとドタマ打ち抜くぞ。すいません、出来心だったんです。じゃあ、あなたはランチさんじゃない。ランチは俺だ。青い髪だって。いろいろ事情があんだよ。ほら、早く地図を出しやがれ。はい。その、これで許してもらえます。うるせえ、死にたくなきゃとっとと失せやがれ。ふざけたやつ。とにかく地図が戻ってきたぞ。すいませんでした。そんなことはもうどうでもいいんだよ。この地図さえありゃあいつの家がわかるんだからな。あいつ、あんにゃろう修行であちこち移動してるからな。人捨てに探してたんだ。そうなんですね。今度こそ俺に惚れさせてやるぜ。よし、待ってろよ。行っちゃった。とりあえず亀仙人さんに。
ランチさんは見つかったの？え、ランチさんならさっき帰ってきたぞ。え、あら、今呼びました？え、あら、あなたが亀仙人さんが言っていた悟空。はじめまして、私ランチって言います。あなたがランチさんなんですか？さっき会ったのは金髪の人でした。ああ、それはもう一人の私ですね。私、くしゃみをすると性格が入れ替わっちゃうみたいで、髪の色も変わるみたい。性格が変わるんですか？そうなんですよ。体質って言葉で片付け。あ、そうか。ご飯にはこのことを伝え忘れとったわい。すまんすまん。ところで、もう一人の私が何かご迷惑をおかけ。いえ、でも人を探すって言ってたから、まさかここにいるとは思わなく。そうなんですね。私も気がついたら西の都のそばにいて、状況がわからなくて、とりあえずここにも。そうなんですね。そうだ、もう一人の私がお世話になったみたいですし、よかったら久しぶりに腕を振るおうと思ってまして。うん、せっかくや、一緒に食べて。はい。ところにも行っておきたいけど、少し遅くなっちゃったかな。あ、ご飯じゃないか。しかもランチさんも。ああ、そういえばブルマさんも心配してたから、顔見せに行ってこいよ。やあ、こんにちは。やっほー。あのさ、
はい。そうよ。ちょっとやってみようかな。うわっ、でっかい風車だ。僕でもなんとか勝てそう。修行の成果を見せてやる。ありがとう。そうね。
Ja.何？地図を確認して探しに行こう。
とか勝てそう。おわば。そうね。ありがとう。